アストラーは、オペルが生産、販売している自動車である。もともとは、イギリスの GM 参加のボックスホールブランドの一車種に、対して使われていた名称であり、ドイツのオペルでは、ボックスホールアストラと同じプラットフォームから作られた、ものを、最初オペルカデットという名称で販売していた。1984年には、GM のオーストラリア司会社、ホールデンが、日産、 ァルザーの OEM モデルとして、ホールデンアストラを発売していたことがあった。1991年に GM のコーポレートアイディンキティ,ティ政策により、世界的に社名がアストラに統一された。その時、カデット F イコールアストラ F となり、その流れで現在でもアストラ界、アストラ G、アストラ H と呼ばれている。なお、イギリスでは逆にカデットの流れとして、 アストラ F イコールアストラマーク3アストラ G イコールアストラマーク4アストラ H イコールアストラマーク V と呼んでいるユーザーも見られるアストラとはラテン語で星、神聖を意味する2009年には GM グループ内のオペル、ボクスホール、ホールデン、サターン、シボレーのブランドで販売されていたがその後2009年8月にホールデンでの販売は終了 2010年1月から中国で、上海 GM、ビュイックエクセル XT として、販売開始。2010年10月サターンブランド廃止により、サターンアストラの販売は終了。1991年に、ドイツリュッセルスハイム本社工場、ボーフム、ベルギーウェルペンで製造が開始された。1994年に、イタリアトリノのベルトーネの工場で、 カブリオレの製造が開始された。南アフリカのデルタモーターズがライセンス製造。これにより、世界80カ所で270万台を販売し、GM グループで最高の販売台数になるとともに、カローラに次いで世界第2位の販売台数を誇る車種となり、1997年には西ヨーロッパにおける販売台数で第1位を記録した。 フォルクスワーゲンゴルフにはワゴンモデルが存在しなかったため、1994年からの欧州、日本のワゴンブームに乗り、ワゴン車でもドイツでは第1位を記録した。この影響により、その後、フォルクスワーゲンはゴルフにワゴンモデルを投入するに至っている。アストラジーが登場してからも一部地域では、アストラクラシックとしてサルーンモデルを生産していた。 3ドアと5ドアハッチバック、4ドアサルーン、5ドアワゴン、2ドアカブリオレのガソリンエンジンのモデルが輸入された。1993年から1996年モデルまでは、全ボディともに C20NE と呼ばれる2.0リットルのサイチェ C、エンジンに4足 AT を組み合わせたものが基本となった。1997年モデルより、 全車エコテックと呼ばれる DOHC エンジンを搭載した。エコテック搭載車はリアエンブレムに 16V とあるのが外装からの判別ポイントになる。それまではスポーツモデルを除きグレードによるエンジンの違いはなかったが、この年より GLK は 1.6L、CDX、ワゴンクラブ、カブリオは 1.8L、スポーツ系は 2.0L となった。 1998年モデルは限定車のワゴンクラブスペシャルのみで、これを最後にアストラジーにバトンタッチした。なお外装が大きく変わったのは1995年モデルからである。フロントグリルやトーカルイ、サイドモール、エンブレムが全車変更され、ワゴン以外の車種にリア側に出追加。ハッチバックはリアスポイラーとリアバンパー形状がそれぞれ変更された。 1994年モデルまでは瞬間燃費などが表示されるマルチインフォメーションディスプレイが装備されたが1995年以降は時計やオーディオ情報のみ表示のトリプルインフォメーションディスプレイに全車変更された。運転席エアバッグは1994年モデルから助手席エアバッグは1995年モデルより全車種に標準装備された。 なお ABS は初年度より全車標準装備である。カブリオとコンフォートエディションを除き、後席の窓は手動だった。アストラ V8 クーペ1997年に発表、1998年に発売開始。アルミニウム製のサブフレーム、シボレーコルベットが採用した、高水圧高張力ボディにより、ボディ構成が2倍に引き上げられた。そのタークティブヘッドレスト、 ブレーキペダル脱落装置など安全面の強化が図られた。2001年以降のスポーツモデルに搭載されるサターン製の2.2ルドイチェシーエンジンは実用本位に開発され GM グループで最も成功したエンジンと言われスピードスターやトラビックなどにも搭載されている。5ドアハッチバック、4ドアサルーン、5ドアワゴン、2ドアクーペ。 二ドアカブリオレのガソリンエンジンモデルが輸入された。全車ニュートラルコントロール付き4速 AT のみだった。大きく分けて、1998から2000年モデルの X エンジン搭載車と2001から2003年モデルの Z エンジン搭載車に分けることができる。サルーンは CD のみ、クーペとカブリオはベルトネエディションというサブネームが付くモノグレード。後期の LS と CD のみ、 レギュラーガソリン仕様である。発表資料写真に1枚だけ5ドアのミニバンが発表されていたが、これはアストラベースのミニバンザフィーラであり、アストラジー開発時からミニバンも同時開発していた。クーペとカブリオはボディ部分をイタリアのベルトーネで組み立てられた。アストラジー同様に各国で販売され、ボディタイプは投入順にハッチバック、ワゴン、クーペ、 カブリオセダン。1.7リットルのディーゼルエンジンは、イスズから供給されている。2009年のフランクフルトモーターショーにて発表される。シボレイクルーズと同じ GM デルタ2プラットフォームを採用する。スタイリングは、前年に登場したインシグニアと強い共通性を持ったものになっている。5ドアハッチバックが先行で、モデルチェンジを果たし3ドアハッチバックや、 カブリオなどは2011年中に登場する予定。本来のモデル名はアイであり、オペルオフィシャルティーザービデオでもアイが使われていたが、数字の1と紛らわしく、アストラファーストと混同されるのを危惧し、J となった。同年11月、中国市場にてバッジエンジニアリング社がビュイックエクセル XT として、そして北米市場ではビュイックベラーノとして発表された。 また、遅れて、オセアニア市場においても、ホールデンアストラとして販売している。2010年10月ワゴン登場。従来のワゴン、キャラバン、エステートという故障は使わず、スポーツツアラーという故障に変更している。ハッチのスタイリングを継承しながらも、リアゲートから操作できる、リアシートアレンジ、チルトアップするとのカバーなど、細かい使い勝手の工夫が図られており、 オペルのインサイドファースト設計は引き継がれている。2010年10月、パリモーターショーにて、アストラ GTC パリコンセプトを発表コンセプトは、エレガンススポーツ。290馬力のターボエンジンを搭載しつつ、カリグラフィックデザインを施したカワシート、ドアヒンジからリアンに伸びる、ヒップアップラインなど美を追求している。それでいて5人乗車の空間を確保している。 アストラ界時代で人気のグシーグレードを彷彿させる。2011年にはサンドアがアストラ GTC として投入され、2013年にはツイントップの後継がアストラシリーズから独立してカスケーダノナで投入された。なお、日本国内では2006年5月8日付でオペルが撤退しており、このモデルも正規輸入はされていない。 2015年9月のフランクフルトモーターショーで公開。新開発の軽量モジュラープラットフォーム D2XX を採用し、先代比で全長を 49mm、全高を 26mm、ホイールベースを 23mm それぞれ短縮すると、同時に 120kg から 200kg の軽量化を実現。パワーユニットも大幅に見直され、 1.0リットルの3、気筒直噴ターボエンジン。1.24リットルと1.6リットルの4気筒の直噴ターボエンジン。1.6リットル4、気筒ターボディーゼルエンジンと一層のダウンサイジングが図られる。オセアニア市場においては、クルーズの後継車種としての役割も兼ねる。2016年2月、ヨーロッパカー・オブ・ザ・イヤー2016をオペル車として初めて受賞したなお。 このモデルも日本においては2006年5月8日付でオペルが撤退したために日本への正規輸入は行われていない。ありがとうございます。